はい、どうも皆様、ちあきです。さあ、今日もですね、XLH900 を触っていくんですけども、前回はですね、エンジン積み込みました。それからスイングアームつけて、リアタイヤ、それから、フロント周りですね、仕上げて、タイヤの方をつけております。今日はその続きやっていきたいなと思います。それではやっていきましょう。はい、ということでですね、今日やっていくのはですね、エンジンです。で、エンジンのこの腰下の部分ですね、ここの中の、ギアがね、まだ組めてませんので、この辺をね、ちょっと進めていきたいなと思います。で、それとあとここですね、スターターのところですね、モーターとかその辺がね、もともと動いてなかったので、ちょっとどこまで戻せるのかわかんないんですけども、戻せる範囲でね、ちょっと進めていきたいなと思います。はい、まあこの辺りのエンジン周りをですね、仕上げて、ちょっと進めていけたらなと思います。それではやっていきましょう。さあ、まずはですね、ここのプッシュロッドですね、これを入れていきたいんですけども、今回ですね、はい、こちらの方を取りました、新品ですね、純正ではないんですけども、リプロ品になります。こちらプッシュロッドですね、プッシュロッドのカバーになります。プッシュロッドはね、前のものまだ摩耗してなかったんで使うんですけども、カバーがもう傷んで使えなかったんで、今回はこの新品のカバーにね、交換していきたいなと思います。はい、それではね、ちょっと作業を進めていきたいと思います。さあ、それではですね、プッシュロッド入れていきます。まずはカバーですね、カバーを作っていきたいなと思います。で、カバーなんですけども、これが一応外側のカバーで、で、これが中に入るんですけども、その前にですね、スプリングとこのカバーですね、こういうこんな感じで入ります。で、中にですね、パッキンが入りますんでね、この辺りのパッキンを仕込んでいきます。まずはここにシムを入れて、でからパッキンですね、はい、でこれで押して、で、ここに一箇所パッキンと、で上にも入れて、でプッシュロッドをここに仕込んで、これで入れていきます。で、一応まあこの状態にしてからですね、でギアを入れていきたいんで、まずはこの状態をね、こう4箇所作りたいなと思います。はい、これでですね、4本つきましたんで、続いてはですね、ここのね、中のギアをね、組んでいきたいなと思います。はい、今からですね、ギアの方を組んでいきます。で、ギアを組む前にまず、反対側ですね、はい、ここにですね、覗き窓があって、ここ開けると中にですね、フライホイールが見えます。で、フライホイールのところにこの筋が出てますんで、これがギアを調整するときに合わせておく位置になりますんで、これを元にですね、ギアを組んでいきたいと思います。はい、ギアなんですけども、これですね、これがもう位置が決められてますんで、ここに線が書いてあります。要はこれをここの位置しかはまらないんだというんですね。ですんで、ここの筋が基準となりますんで、ギアをはめていきます。で、ギアなんですけども、いろいろ今サービスマニュアル見てて、ですね、こう番号が振ってあるんですね。ここにですね、これが1番 1P って書いてあるんですけどもね、これが1番で、1番がここ、2番がここ、3番がここで、4番がここっていう順番になりますんで、まあ、組む順番としては1番入れて、3番入れて、で2番4番という順番になると思いますんで、その順番で入れていきます。ではまずですね、最初にね、このメガネみたいな金具、これをね、ここにはめて、はい、こうですね。で、ギアをはめていきます。
で、ギアにはですね、一応シムがついてますんで、これまあ元についてあった位置にね戻してありますんで、これに合わせて組んでいきます。まずは1番ですね。これはまあとりあえず取り適当にね入れます。はい。で、3番ですね。はい。で、この位置を合わせてあげます。これが2番になりますので、こことこことここに線があるんで、ここここここで合わせていきます。はい、これで1番、それから、2番ですね。で、ここのギアと、はい、線がありましたんで、あとは4番だけですね。はい、これで4番も入りましたね。さあ最後にですね、これですね、これを入れます。はい、これでですね、こっち側のギアが終わりました。さあそれでは、もうねここをね蓋しておきたいと思います。さあバスケットですね、これ入れてはめていきます。よいしょ。でカバーです。はい、あとはボルトを締めていきます。はい、これで OK ですね。さあ続いてはですね、オイルライン入れていきます。これが元々あったやつですね。で、パッキンを交換します。はい、新しいやつですね。さあ、もう一本ですね。はい、OK ですね。さあそれではですね、続いてはディストリビューターをね付けておきたいと思います。まあもしかしたらまた外さなきゃいけないかもしれませんけど、たまたま外すことないと思うんでね。はい、これを入れます。一応ね、なんか向きがあるみたいで、元通りに戻したいなと思います。
はい、OK ですね。さあ、続いてはですね、ここのマニホールドっていうかな、このキャブレターがつくやつのところですね。これをね、つけていきたいと思います。まずは、これをつけて、はい、これで OK ですね。さあ、続いてはですね、こちらです。これ、つけときます。はい、これで OK ですね。さあ、それではですね、続いてはこちらホースの、ね、取り回しをやっていきたいと思います。でこれ今回ちょっと新たに取ったホースなんですけども、ここにオイルフィルターがありますんで、ここの辺通してですね、この辺に集結させていきたいなと思います。で、これちょっとやらないとね、この辺の収まりがね、最後難しくなってきますんで、先にホースの取り回しをねやっていきたいなと思います。ではまずですね、ここですね、ここに2箇所出てるんで、ここから取り回ししていきたいなと思います。で、もう一本ですね。はい、で、これをね、この下を通していきたいなと思います。はい、ホース取り回しました。これはね、ここのオイルタンクにつきますんで、とりあえずこのまま置いていきます。で、これですね、で今長さ見たら切らずにちょうど使えそうなので、ここに刺さりますんでね、これをね、つなげておきます。はい、これで OK ですね。はい、こんな感じになるんですね。はい、ではもう1本と、もう2本かな、こことここから出てますんでね、こことここね、わかるかな、オイルポンプからと、ここのカバーについてたホースのとこですね、であと2箇所引っ張っときます。さあ、まずは太い方がここですね。はい、これがこうきます。で、こう上がっていくんですね。で、あと細いホースですね。細いホースがここにね、ここにあるんですけどもね、ここに刺します。
はい、これで OK ですね。さあ、あとここですね、もともと確か縛ってあったはずなので縛っときたいなと思います。はい、この辺ね、通っていきますんで、こんな感じですね。はい、 OK ですね。さあ、これでですね、ホースの方の取り回しが終わりましたんで、ホースはとりあえずこれで止めておきたいなと思います。はい、今ね、スターターをね、復旧させていこうかなと思って、まあもともとセルモーターついてるタイプなので、セルモーターできるようにしようかなと思ったんですけども、今ね、重大な事実にね、気づきました。っていうのがここですね、ここ。本来ここと、はい、ここですね、ここ、ここをつなぐギアがいるんですね。で、要はここにスターターのモーターがついて、ここに、ソレノイドという部品がついて、でここをスターターをスイッチ入れた瞬間にこのギアをここに押し出して、モーターとこのクラチのハブのギアですね、これを噛み合わせるための部品が必要になるみたいなんですね。で、それが現在取り付いていないっていうことに今気づきました。で、まあ、僕も、まあ、今回はハーレー触るの初めてで、よく内容も理解してなかったんですけども、まあ、そういった形になってたみたいで、で、もともとですね、これ横のプライマリーカバーがですね、交換されてました。で、それをまあ今純正のものに戻したんですけど、まあもともと純正だったんですけど、年式が違ったんですね。で、年式が違うものがはめられてて、で、サイズ感とかが合わなかったんで純正のものに戻したんですけども、そのせいでですね、まあここですね、本来まあここにギアが入るものが多分年式が変わったことで入らなかったと思うんですよ。で、そういったことで、これ外されたんじゃないかなと思います。なので、ここのギアがつきませんでした。で、今ねちょっといろいろ調べたんですけども、ここにね入るギアがシャフトとかギアそのものは入るんですけども、その他細かい部品がね、いくら探してもちょっとなかったので、まあとりあえずまあ中古ですね、たまにヤフオクで出てるみたいなので、中古で出たらまた買おうかなと思うんですけども、まあ今どうしても揃えられないんでね、とりあえずはもうこのままの状態で復旧しておきたいなと思います。まあ以前にコメントいただいて、まあこれごと取ってですね、まあ XLCH のように、バッテリーレスにしてみたわっていうことだったんですけども、まあその方向もねちょっと考えてみたんですけども、とりあえずはまあ一旦今回はこの状態で復旧していこうかなと思います。で、まあお湯ですね、まあその XLCH 仕様にするか、まあここをが見つかったら接付きにするか、ちょっとその辺をねまたおいおい考えたいなと思いますんでね、とりあえずは今あるこの現状の状態で、一旦復旧していきます。まあただオイル漏れがあっちゃいけないんで、もともと入ってなかったんですけど、ガスケットですね、ここ入れときます。はい、さあガスケットを入れて、さあこれで復旧していきます。はい、これで OK ですね。さあ続いてはこちら、ジェネレーターを入れていきます。よいしょ。
はい、これで OK ですね。さあ、それではですね、ドライブスプロケット、これをね、戻していきたいなと思います。はい、とりあえずちょっと仮で締めたんで、続いてはですね、チェーンですね、入れていきます。はい、これで OK ですね。まあ、本来ね、チェーンのこのクリップ式はね、大型はあんまり良くないんですけども、元がこれなんでね、とりあえず一旦これで戻しておきたいなと思います。さあ、それではここにで、ね、ちょっとステーをつけようかなと思ったんですけども、これが邪魔でねつけれなかったんですよ。で、これ組まずに入れたらよかったんですけども、一旦外します。これ外してちょっとここにね、ステーをね一旦つけていこうかなと思います。さあ、それではつけましょうか。これね、一応塗装の方はもう終わらしております。だいぶ綺麗になりましたね。で、このホースをここを通して、はい、これで取り付け OK ですね。それでは、ソレノイドをね、ちょっと戻していきたいなと思います。はい、これでですね、ここの方復旧できましたんではい、で、ここのカバーね、つけていきます。さあ、それではね、カバーつけていきます。なので、まずはクラッチケーブルをつけます。はい、ワイヤーつきましたんでね、装着します。じゃあね、クラッチケーブルつけましたね。ついでにこのレバーもね、つけていきます。はい、これでね、クラッチレバー OK ですね。さあ、それではついでにね、ブレーキレバーもつけたいなと思います。はい、あとはね、キャリパーつけます。さあ、それではキャリパーつけていきましょう。
はい、OK ですね。さあ最後にですね、こっち側のねプライマリーカバーですね、つけていきたいなと思います。こちらガスケット取ったんですけども、はい、これつけるんですかね。前回も同様ですね、ちょっとここがねオイル漏れが心配があるので、今回も同様この液ガスとね、併用してつけていきたいと思います。まあ、あんまりしないことだと思うんですけどね、ちょっと心配なのでやっていきます。さあこっち側にもね塗っていきます。はい、 OK ですね。それでは蓋します。はい、これでねこっち側のプライマリーケースがつけれましたんで、今日はねこれで一旦、終了かなと思います。はい、ということでですね、無事ねここまで完成いたしました。これで一応エンジン系統は終わりですね。まあ微調整とかはありますけども、まあ知れてますんでね、OK じゃないかなと思います。で、やっぱスターターですね、まあ結構これ期待して、ソレノイド の、 リペアキットとかね結構取ってたんですけども、それがちょっと使えなかったんで、まあいつかはねこの辺ね部品があればねちょっと挑戦したいなと思いますんでね、まあオークションねちょっとチラチラ見ながらやっていきたいなと思います。あとまあギアですね、まあ映像ではねわりかしささっと終わらしましたけども、結構大変でした。ギアのコマ数を合わせるやつですね、ここしか合わないってところがありますんでね、その辺を見ながらっていうのと、あとプッシュロッドが降りてくるんで、どうしてもね1個4コマ目がね張りにくかったりしたんですけどもね、まあなんとか収まりましたんで、これでいけるんじゃないかなと思います。まあ心配してだとオイル漏れですね、まあ多少ね今入っててこっちの方から漏れてないんで大丈夫じゃないかなと思うんですけども、ちょっとその辺の心配が残ってるぐらいでしょうか。はい、で、次回はですね電装系です。まあ苦手な電装ですね。まあもちろんこの辺のバッテリーボックスつけたりとか、この辺の電装周りですね、この辺もろもろね仕上げていけたらなと思っておりますんで、電装が終わったらですね最終、まあフェンダーとかタンクとかの塗装とかもね、もろもろありますので仕上がっていくんじゃないかなと思いますので、楽しみにしててください。はい、ということでですね、今日の動画はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。はい、まあ今ね梅雨時期に入りましたんで、なかなかちょっとバイクに乗るタイミングがないんですけども、まあ、今週末も晴れですね。先週もツーリングね久々に行ってきましたんでね、もうちょっとしたらまた暑くなってね、個人的にはまあ冬でも夏でも乗るんですけども、まあシーズンとしてはまあ秋がね、近づけば近づくほどまたね、バイクの方が増えてくるんじゃないかなと思いますのでね。まあそれまでに間に合うようにね、ちょっと仕上げていきたいなと思います。はい、ということでね、次回またお会いいたしましょう。それではまた。